皆さんこんにちは、ルビーです。こんにちは、アクアです。今日は私たち2人でテレビアニメ推しの子展、推しの舞台裏を紹介したいと思います。すげえテンション高いな。いやいや、逆にアクアはテンション低すぎ。もっとテンション上げないと。だってこれ Vlog だよ。テンション低い Vlog なんて需要ある？いや、普通にそういうパターンもあるだろ。ダメダメ、これ Vlog なんだからテンション上げていかないと。じゃあ俺は冷静に推しの子展の魅力を伝えていくから、ルビー、お前テンション担当な。何それ。この推しの個展、推しの舞台裏はキャラクター、ストーリー、楽曲と様々な視点から見た推しを展示することで、推しの子の魅力を凝縮させ、回ると第2期への期待感が高まるような展示がいっぱいだそうです。じゃあ早速回ってみましょう。スタート。まずはウェルカムフォトスポット。皆さん、私たちがお迎えしています。これシルエットになってる。誰が誰かわかるかな。シルエットでも誰が誰かわかれば、あなたも立派な推しの子マニアだね。左からアカネ、ルビー、俺、アリマ、ネムチョかな。おい、正解を簡単に言うな。フォトスポットなので、来場の際はぜひ写真を撮ってください。次は推しの子第1話のダイジェスト映像を紹介しています。見て見て、アクア、赤ちゃんの時の私たちも映ってる。懐かしいな。1話の振り返り映像を32インチモニター6台で上映。5分間で第1話のストーリーを振り返ることができます。そしてやってきたのはゾーン1。みんなの推しは押せる時に押せ。私たちの学校の校門がフォトスポットになってる。ここでは僕たちと一緒に写真を撮ることができます。どうする？せっかくだから私たちも撮ってく？どうだろう。俺たちはいつでも写真撮れるから今度で別にいいんじゃないか。確かに、みんなはめったにないチャンスなんで、ぜひ写真を撮ってくださいね。続いてこちらのコーナーでは、時系列に沿って4つのコーナーに展開。各話の魅力をシリーズ構成、田中仁さんからのコメントを添えて紹介しています。まず最初は芸能界編。私たちが芸能家のある今の高校に入学して、そしたらそこにロリ先輩がいて、お兄ちゃんがドラマに出ることになって、って懐かしい。見て見て、ここは制作スタッフが選んだ推しシーンだって。それぞれに推しがあるんだな。みんなが選んだこだわりの推しシーン、共感できる人もいるんじゃないかな。これを見ながら自分の推しシーンを考えてみるのもいいかもな。こっちではいろんなシーンがカット写真で見られるよ。一つ一つシーンを見ると懐かしさも倍増だな。さあさあ、続いては今日は甘口でのシーン。お兄ちゃんとロリ先輩の迫真の演技が話題になった作品だよね。いろいろあった現場だったな。でもアクアが出たドラマの最終回だけは評価高かったんだよね。ここにも絵コンテがあるのか。あ、ほら、脚本の田中さんのストーリー解説。能天気なルビーの姿がいいアクセントになっていると思います、だってさ。なんだと。でも褒められてるからいっか。それにしてもいいな、お兄ちゃんだけ芸能活動できて、普通科なのに。ほら、次行くぞ。続いては恋愛リアリティショー編。で、またアクアのターンじゃん。ここでメムチョたちと出会ったんだよね。あと、お兄ちゃんがキャラ作りすぎて、いや、誰状態だったよ。あれはメディア用だよ。ほらほら、監督さんのコメントも、今勝ちのアクア、誰お前、だって。監督まで。次はファーストステージ編。やったー、ついに私のターン。新生 B 小町として大活躍するシーンだね。大活躍っていうか、ようやくスタートラインに立ったって感じだろ。そんなこと言って、お兄ちゃんいっぱいサイリウム持って私たちのこと応援してくれたんでしょ。箱推しってやつ。ここも絵コンテがあるのか。なるほど。キャラクターデザインの平山さんもライブシーンについて、推しの子らしいキラキラしたエフェクトもとてもいいです、だって。やっぱり私たち輝いてたよね。
平山さんも箱推しってやつかな。そしてゾーン1の最後は私たち新生 B 小町の衣装展示。ライブの衣装って実はすごく細かい作りになってるからよく見てね。この衣装が展示されるのはここが初めてか。そう、今見てもめっちゃ可愛い衣装。もう一回着るチャンスがあるといいな。ねえねえ、その時はお兄ちゃんも絶対応援に来てね。ああ。続いてはゾーン2。ここはアニメ制作の舞台裏か。アニメ制作にはすごい人数が関わってるって言うからな。こちらでは制作スタッフの実質サインやコメント、あとはイラストなんかが色紙で展示されています。これは喋るのを忘れてじっくり見ちゃうね。あ、無言！ Vlog なのに無言！続いては推しの子のキャストとキャラクター紹介ゾーン。キャラクターに合わせ各キャストを紹介しています。こっちにも直筆の色紙があるのか。ここも喋るのを忘れてみちゃうね。あ、また無言！展示に没頭しちゃう。まあみんなは普通に無言で見ると思うからいいんじゃないか。続いては制作スタッフ、キャストと来て主題歌か。ねえアクア、これ見て。ほら、映像が2つ流れてるけど、これって夜遊びのアイドルのオープニング映像だよね。でももう一個の映像、私見たことないかも。これは、なるほど、完成したアニメのノンクレジット映像と絵コンテをつなぎ合わせた絵コンテ版の映像をシンクロしてるのか。なかなか手の込んだことをしているな。あ、無言！ついにお兄ちゃんまで無言になっちゃったね。これは時間があるときにじっくり見たいな。うん、そうだね。みんなも両方の映像をじっくり見比べてね。さあ、ここからはゾーン3に突入。こちらは展示会限定書き下ろしキャラクターのフォトスポットです。すっごい、レッドカーペットってやつ。お兄ちゃんめっちゃ澄ましてるじゃん。これはそういうオーダーがあって撮影しただけだ。この衣装、今回の展覧会のために用意してくれたんだよね。ねえ、私かわいい？かわいい？ああ、真ん中で写真撮影できるようになってる。お兄ちゃん、棒読みにも程があるよ。まあでも、ここでしか見られない衣装だから貴重だよな。これで終わりか？いやいやいや、展覧会といえば次のゾーンは外せないでしょう。物販ゾーン！こちらでは展覧会限定のオリジナルグッズが販売されています。何があるんだろう。やっぱりアクスタは外せないよね。アクア、私、ロリ先輩、メムチョ、アカネ、悩むな。でも押しは押せるときに押さないとだから全部かな。お前破産するぞ。ということで今日はテレビアニメ推しの子展、推しの舞台裏を紹介してきました。大阪梅田大丸15階大丸ミュージアムでは2月17日から3月4日まで、愛知名古屋パルコでは3月9日から4月14日まで、東京渋谷西部では4月18日から5月26日まで、石川金沢エムザでは5月30日から6月17日まで開催です。全国を回るんでお近くの展覧会に足を運んでくださいね。ということで推しの子展、推しの舞台裏よりルビーとアクアがお伝えしました。じゃあこの後もう一回ゆっくり回ろう。おお、マジか。早く早く。